負ければシーズンの負け越しが決まってしまう横浜。しかし試合前から降り始めた雨が強くなり、2回終わったところでノーゲームのはずでしたが、大歓声に送られて登場した5年目の桑原義行がエアベースボールを披露。まずはレフト前へのクリーンヒットで出塁すると、姿の見えないピッチャーからの牽制もかいくぐります。そして次のバッターのヒットで一塁から判断よく三塁へ。桑原の激走には帰り自宅中の広島ベンチも大喜び。最後は気迫あふれるヘッドスライディングでホームイン。雨の中見守ってくれたお客さんには夏休み最後のプレゼントとなりました。また神宮のヤクルト、中日、千葉のロッテ、楽天も中止となっています。いやエアーベースボール面白いですね、ボール見えましたね。私初めて見ましたけどこういうパフォーマンス。昔はね結構やってたんですけどね、ウィンターズとかね結構やってましたよ、最近はめっきり減りましたけど。そうですね、はい。